マーサ・シュワルツは、米国のランドスケープアーキテクト、大学教授。ケンブリッジ、マサチューセッツ、ロンドンに、マーサ・シュワルツ・パートナーズという名前のオフィスを主催。シュワルツは、ハーバード大学デザイン、大学院ランドスケープ学科教授としても教えている。ペンシルベニア州フィラデルフィア出身。彼女の作品は、都市規模のプロジェクトと景観における。 新しいデザイン形態の探求に焦点を当てている。ランドスケープ、デザイン、アートの間の境界を曖昧にする、ランドスケープデザインソリューションを開発することを目的としている。シュワルツは、ランドスケープアーキテクトのピーター・ウォーカーと結婚し、彼と共同オフィスを構え、プロジェクトのために従事。建築家のフィリップ・ジョンソン、ジョン・バージン・アーキテクツ、マーグ・マック、 磯崎真と共同。ペンシルベニア州フィラデルフィア出身のシュワルーツは、1973年にミシガン大学の美術学校で美術を学び、美術学士号を取得しました。2年間、ミシガン大学で大学院でランドスケープアーキテクチャーを学び、1977年に修士号を取得。その後、ハーバード大学に移籍、デザイン大学院で スワグループでの夏のインターンシップ期間中、シュワルツはランドスケープの概念的な可能性を表現するためにランドアートへの興味を高めました。シュワルツは実践の形成期にポップアート、ミニマリズム、ランドアート、そしてイサムノグチのような彫刻家のような多様な創造的な影響を引き出すことによって従来の風景美学に挑戦。彼女のキャリアは1979年に 彼女の最初のプロジェクトであるザ・ベーグル・ガーデンによって開始された。職業における芸術の欠如を疑うダダ風のインスタレーション彼女の会社が採用したデザインアプローチは都市環境における気候変動に対処するためにランドスケープベースの技術とエコロジーの統合を通じて芸術と気候変動の適応を統合しています。同社の作品は アイルランドのダブリンの大運河広場、イギリスのマンチェスターのエクスチェンジ広場のような都市景観プロジェクト、中国の西安の都市と自然のインスタレーションのような、より概念的なインスタレーションなど、非常にカラフルなプロジェクトによって特徴付けられています。ハンプトンイン、ニュージャージー州のウィンスローファーム農園、カナダのトロントのヨークビルパーク、カナダのジェラルトンテイリングスランドスケープなどの企業の 自然主義的なプロジェクトやモンテラパークなどもあまり知られていないが手がけている。1990年にシュワレッツは彼女自身の会社を設立。ランドスケープ分野で若い専門家の助けを借りて分野の伝統的な考えそして風景を反転することを可能にし、2007年以来ランドスケープアーキテクチャーの実務経験を持つ教授であり、 ハーバード大学デザイン大学院で持続可能な都市のためのワーキンググループのメンバーを務めています。彼女はまたローマのアメリカアカデミーの会員でもあったランドスケープ建築財団の気候変動行動グループの創設メンバーでもあるシュワルツはアメリカランドスケープアーキテクト協会の気候変動に関するブルーリボン委員会のメンバーでもあります。 1980年に設立されたマーサ・シュワルツ・パートナーズは、英国のロンドンに本社を置き、米国のニューヨーク式と中国の上海にオフィスを構えています。ダブリン大運河劇場広場のデザインダブリン、大運河劇場広場の照明2008年に、ランドスケープアーキテクチャーの職業についての彼の否定的な見方に挑戦するプロモーションビデオで、古い友人ウィル・アルサー、 を引き受けましたイギリスの庭園へのこだわりが国の公共スペースを阻んでいることについて彼女の見解にデイリーテレグラフが特集したシュワルツはイギリスが公共の空間から庭園を分離しない限りこの国は他のヨーロッパの都市に追いつかないだろうと主張したリチャードソンザバンガードランドスケープスガーデンズオブマーサシュワルツテームズ ハドソンリミテッド2019702閲覧。ありがとうございます。